4月はバランス的にはなんか全部10だとしたら就活後大学さん遊びにって感じで時間ないのになと思いながら大学も行ってました。でも今思えばあんだけ暇があったなら受けてもよかったんじゃない他もって思ってる。ヤフーの最終受けってヤフー結構行きたかったんだけど、そこを刺されてうわやばいってなってる時にメイキュリのちかこです。今回は明大のゆずさん、中央大のけんじさん、地方市大のれいさんに集まっていただきました。皆さん、2、3卒の先輩ということで、就活の進め方について聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、皆さんの4月のスケジュール見せてほしいです。じゃあ私の見せます。4月はバランス的にはなんか全部10だとしたら就活後大学さん遊びにって感じで、就活はいくつか選考を受けつつ、あと大学の単位が結構残ってたので時間ないのになと思いながら大学も行ってました。この時期に内定があったのが3月末に1社、重工メーカーの三菱重工で4月頭に1社。で4月中旬になんか電線とか自動車部品とかで有名な住友電工から内定もらって、結局私はこの3社が内定先、最終的に就職するのがっていう感じです。ゆずさん、この時期は何してたんですか？この時期は4月頭までに結構その第一志望群の内定をもらって、4月中旬もそうなんだけど、その時点で受けてた20社近くをほとんど辞退して、4月は3社4社ぐらいの選考に集中してました。結構もう少ない企業を結構手厚い対策で受けてたって感じ？そうだね、そういう感じです。あとさ、なんか結構授業受けてたけどさ、両立とか大変じゃなかったの？そうだね、結構もう授業はねなんか、多分あんまり行ってたけど多分受けてないんだと思う対面授業だから行かなきゃいけなかったけど、多分 ES 書いたりなんかいろいろやってた、私は就活を終えたのは4月末で、選考中だった企業にそこで全部落ちて、そこで新しく出すことはしなくて、なのでそこから5月最終決定5月上旬中旬ぐらい、そこまで内定先の3つで考えることになりました。正直この4月の段階で内定先あった3つとかまだ選考を受けてる会社の中で、最終的にどこに自分が就職したいかっていうのが自分でも分かんない、決めれてないっていう状態で、それで悩んでました。内定先の企業になんか正直に結構それを話しちゃってて結構いくつかそう面談を組んでくれたので、その人を聞きつつ、選考中には聞けなかった話とか仕事の話とかいっぱい聞けてよかったんだけど、まあいろんなとこから聞きつつそれでも悩んでるみたいな感じでやってました。それまであんまりとりあえず行くとこ決めたいみたいなメンタルで突っ走ってたから、ちゃんと考えれてなかったっていうのもあるし、なんかこの時期ってすごい多分みんな不安になりがちで、ネガティブなメンタルになっちゃって、自分が受けてた企業、内定もらった企業もここも30年前の日本の時価総額ランキング上位みたいな、そういう感じの雰囲気で、だからなんか言い方すごい悪いけどネガティブに考えると下り坂の会社なのかなとか、なんか沈みよく船に乗ることになるのかなみたいなそういうことを考えちゃって、なんかぐるぐる思考が回ってた。考えすぎちゃうよねこの時期。そうそうそう。ゆずちゃん的にさ、この時期にやってよかったなっていうことある？選考っていう面では大事な面接が多かったから、想定質問をしっかり作り込んでいくっていうのはやって結果出たことかなって思ってる。なんかユニスタイル、ワンキャリア就活会議とかの過去質問をなんか集めて、自分で事前になんかその質問なんか書いとくみたいな、暗記まではしなくても一回それやっとくことで急に来て慌ててなんかミスるみたいなことはなくなるから、やってよかったなって思ってる。あとはナッチャーとかで話聞いたこと、特になんか内定先とか受けてる企業を辞めた人に話を聞いた時にそう結構なんで辞めたかの話から自分が就活生が知らない情報とかも得れたりしたから、それは良かったなって思ってる。私も今想定質問集作ってるんですけど、でもなんか個人面接だともうなんか会話をした方がいいってやっぱ言われるんで、もう一言でいいのかなって思ってて皆さんどこまで行ってましたか？難しいな。なんか深掘りをする材料があるぐらいには喋る気がするみんな。あ、納得なんかすごい同じ意見かもしれない、うん、最初確かに3、40秒喋って、うん、で意識してたのはなんか全部喋っちゃうと相手も質問考えるの大変だから、うん、なんかあえてちょっと隠す部分を作るというか、うん、なんとかなんとかですごく大変だったんですけど、まあ、なんとかしましてみたいな感じであえてちょっと大変だった部分とかを隠したりして、うん、絶対毎回同じところにちなみにどういう大変なことがあったのみたいなもう毎回相手の質問も固定化されるから俺もちゃんと準備したのを話せるみたいなその深掘りされたい場所みたいなところをあえて俺は言わずに喋って深掘り待ちしてたかもしれない。怖いなゆずさん、この時期に後悔していたことありますか？選考前のOB 訪問とか足りなかったかな、もうちょっとやったらよかったかなって思う。結構その企業理解が足りなくて、企業理解、仕事理解が足りなくて、面接で噛み合わなくて落ちちゃったっていう感じてることが何個かあるから、それはちょっと足りなかったなって思ってます。じゃあ自分のカレンダー見せます。まず、バランス的には、就活4、遊び5、まあ、その他1みたいな感じだったかなと思ってて、この時に内定持ってた会社は、三井不動産リアリティさんと、ぐーなみさんと、を思ってました。で、結構遊んでるね。そうだね。なんか、4月の15、ちょうど真ん中に、内定が出てで自分としては、まあ、第一志望群何社かあって多分3社ぐらいあってこの中の1個でも引っかかればっていう気持ちで結構いたからそこからその場で内定もらったから一気に気持ち解放して遊んでたかもしれない。ケンデさんはこの時期は何してたんですか？この時期は特段なんかこの時期から始めたってことはなくて、まあ、今までのサマーとか出てきた早期選考とか、まあ、一番最初になんか選考始まってすごい早い段階の選考とかの最終だったりとかがすごく多い時期だかなと思ってます。ケンジさん的にさこの時期やってよかったなって思うことなんかある？よかったなっていうかしといてよかったなっていう心持ちがその早期選考が結構内定出るのこの時期で金融だと本選考まで戦っちゃうと6月だったのね。だから全部落ちたら6月まで戦うことになるけどそれでも大丈夫だっていうなんだろう全部落ちても大丈夫っていう覚悟をして一応早期選考は受けてたかな。あそういうことか。もし全部落ちても金融残ってるしみたいな。そうそうなんかここでもし本当に全部落ちちゃってってなった時に5月に頑張れる自信がなかったらその最終まで戦えないからそのあくまでアドバンテージを今受けてるんだみたいな心の持ちで頑張れてたのが良かったかもな。前向きの秘訣前向きだった結局さどういう会社から落とされちゃったのケンジさんって？まず内定が出る直前に役でも最終決して役も結構行きたかったんだけど、うん、そこを落とされてうわやばいってなってる時にこの後からはドコモが最終でだいぶ行きたかったんだけど、多分取ったらすごく2択で悩んでたんだけど落ちちゃって赤信UFJ 信託赤信は最終受けてまだ結果が来てないからまだ待ってるまだ待ってる。そんなことあるんだ。最終で来ないことあるんだね。そうなの。俺もマジでびっくりした。最終はあるかなと思ってたんだけどまだわからない。じゃあ私のカレンダー見せるね。この月の私のバランスが就活後遊び3学校2ぐらいで、内定持ってたのは自動車の完成車メーカーのホンダと三菱自動車と PPIH っていう同規模店のグループと三住本社っていう商社とメーカーの間みたいなところからもらってました。レイさんはこの時期何してたんですか？この時期は私めちゃくちゃホンダに行きたくてそのホンダの最終面接が4月末にあったから OB 訪問したりとかあとは面接の対策を結構やってたかなと思って抹茶でめちゃめちゃいい人に出会えて自分の学校卒の人だったの。その抹茶でたまたま出会えた人がだから同じような考え方してる人に出会えてでその人に志望動機とか見てもらえたりとかしたから本当に OB 訪問はこの時期やってよかったなって思ってる。結構さこの時期ってもう余裕は出てくるじゃん。なんていうんだろう受ける企業は少なくなってくるからだから結構友達と実際に会うっていうのを大事にしてて同じ学部でも全然違う就活してる子とかに出会ってあこういう考え方もあるんだとか例えばグローバルに働きたいっていうのが商社だけじゃないんだとかメーカーの中でもいろんな種類があるからあこういうところもいいんだなとかそういうのを見直すきっかけになって自分の軸がより鮮明になったかなっていうふうにと思います。レイちゃん、この時期にやってよかったことってある？この時期に第一志望じゃないけどちょっと気になる企業は受け切ったことがよかったかなと思ってて、でそれが結局今の内定先になったから4月の自分には感謝してる。レイさん、この時期後悔してたこととかなんかあったりする？なんかさっき気になる企業は受けたって言ったんだけど、でも結構厳選しちゃったの、自分の中で。気になる企業を10分の2ぐらいしか受けなかったから、で他は辞退しちゃった。でも今思えばあんだけ暇があったなら受けてもよかったんじゃない他もって思ってる。その受けるに従って志望度が上がったりとか、どんどん視野が広くなったから、体力がないこととか疲れたことを言い訳にせずに、例えば10分の5でも受けてれば違う内定先とかになってたかなっていう後悔というかのはある。若干。でもなんか広げすぎるとさ、また分かんなくなるじゃん、この時期。そうだよね。だから何が良かったのかは今でも分からない、正直。それは分かる。その後悔ほどではないけど、なんかせっかくそのね、いろんな説明会とか出れて、なんか履歴書出したら結構な確率で面接してもらえてっていうのが、なんかこの時期だけだったって思うと、いろんな業界見ておけばよかったなって。私もあるな。なんか私結構この時期なぜか病んでたんだけどさ、みんなも病んでた？結構ライフプラン的なのをこの時期すごく思い描いてて、自分ずっと金融って軸で就活してたけど、全然違う会社に入ることになったから、一気にその自分はこういう人生を送るのかなみたいなのが浮かんだりとかして、結構人生のこの今後の展開的なのがだいぶ目処がつく時期でもあるから、なんかそれで謎に病むよね。バウンディとか見ててさ、同い年でアーティストいんのにサラリーマンかみたいな感じで、なんか確かに確かにもう俺はそういう人生なんだろうなみたいななんか謎にね、その他の活躍してる人とか見てると内定出て嬉しいはずなのに、謎のなんかモヤモヤみたいなのあったわ。今まではさ、なんか内定が出ることに向かって全力だったじゃん。そうだね、本当にそうだ。おしまいになって目標がないのかもね、なんか。えずちゃんは？でもめっちゃ一緒な気がする。私はその前段階でそのどこに行くかどうか悩んでたっていうのもあるけど、やっぱり結構多分根底にはこの選択で人生決まることになりたくないみたいな、よくわからない心の底の抵抗があって、なんかもっと潰しが効く企業に行った方がいいんじゃないかとか、そういういろいろ考えちゃうの。やっぱりみんななんか嫌だよね、そのなんか人生決まっちゃう、人生見えちゃうような、多分そうじゃないんだろうけど気分になるよね、一回は。なんかね、病んだよね。そうなんだ。今回はお話ありがとうございました。私もちょっとまだ続くと思うんで、最後まで頑張っていきたいと思います。頑張って。頑張って。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お待ちしてます。待ってます。待ってます。